アトランティックサウスイースト航空2311便墜落事故は1991年4月5日に米国で発生した航空事故である。ハーツフィールド、ジャクソンアトランタ国際空港発、ブランズウィックゴールデンアイルズ空港行きの国内定期便旅客便であるアトランティックサウスイースト航空2311便の塩部 -120 ブラジリアが空港への着陸侵入中に ジョージア州、ブランズウィックのすぐ北に墜落し、乗員乗客23名全員が死亡した。乗客に、宇宙飛行士のソニー・カーターと、元共和党上院議員のジョン・タワーがいた、ため代々的に報道された。なお、同社では4年後に、別の演ス -120 で、アトランティックサウスイースト航空529便不時期事故が起こり、9人が死亡している。 同系機のエンブラエルエンブマイナス -120 同期は1990年11月30日に製造され、1990年12月20日に標準対空証明を受けた。整備記録には一件のメンテナンス延期項目があり、それは補助動力装置のカウリングから燃料漏れについてであった。修理までの暫定措置として APU の回路のブレーカーをあえて落としたままにしていた。 事故当時この種の小型プロペラ機では、コックピットボイスレコーダーとフライトデータレコーダーの搭載は義務付けられておらず、同期にも搭載されていなかった。1991年4月5日の朝、機長と副操縦士は同山地方空港にタクシーで6時15分頃到着した。タクシー運転手によると二人は快活で活発に会話していた。彼らはまずアトランタへ飛行し、 そこからアラバマ州モンゴメリーまで往復してアトランタに戻った。その補助員は約2時間半の休憩が予定されており、彼らは十分に休息を取り盛んに会話していたという。2311便は当初別のナ部 -120 にて運行する予定だったが、機械的な故障のため事故機に切り替えられた。事故機は当日すでに4回飛行していたが、 何の問題も報告されていなかった。2311便は予定より23分遅れて13時47分にアトランタを出発した。この便はデルタコネクション便として運行されていた。2311便はブランズウィックに向かう途上で悪天候を避けるためわずかに航路を逸れた。14時48分、乗員は ジャクソンビルの航空管制に対して空港が見えたと伝え、ブランズウィックゴールデンアイルズ空港への市人侵入を許可された。2311便からの最後の更新は、空港にいたアトランティックサウスイースト航空の職員に当てたもので、同社の無線周波数で到着間近を知らせるものだった。その際乗員は何ら故障等は示唆しなかった。目撃者によると、 その時点で有志海気象状態にあった同空港に対して2311便は通常よりかなり低い高度で侵入してきた。何人かの目撃者は同期が高度100-200フィートで彼らの頭上を越えたと推定している。目撃者の大半によると2311便は突然左にロールして主翼が地面に対して垂直になった。 それから機種を下げた姿勢で降下し、空港付近の林の向こうに消えた。目撃者の一人は2311便が左にロールする前か後で煙を吹くのを見たという。他の人々は同期のエンジンが墜落前に金切り声や悲鳴のような音か、エンジンがか回転するか急加速するような音を立てていたと報告し、 しかし飛行機が滑走路の2マイル手前の平地に墜落する前には、その音は止まるか少なくとも小さくなったようだと述べた。あるパイロットは空港の南西でたまたま車を運転中に事故を目撃し国家運輸安全委員会に証言している。それによると同期は普通の高度で普通に飛んでおり、侵入に異常はなかった。同期は侵入航路のダウンウィンドレグから180度、 旋回を完了し、旋回を続けた。それから、わずかにピッチングしたように見え、続いて、左にロールして主翼が垂直になり、機種を下げて地表に激突した。この間、日焼け無理は見えず、プロペラは両方とも回転していた。欠陥のある、プロペラ制御装置を製造した、ハミルトンスタンダードの商標 NTSB が、事故調査に当たった。 シミュレーター上で複数の操縦士が機体を制御し続けることができたため方向打や補助翼が勝手に切れて固着したりフラップが非対称に転調するような操縦打面の故障は事故の原因ではなかったことがまず判明した。エンジン故障も詳細な調査の結果除外された。調査官の結論として事故の状況から左右の推力が著しく、 非対称になったために生じた左ロールによって機体が制御不能になったとみられる。以後 NTSB はこの原因となりうるあらゆる事象を検証した。そこで動力系とプロペラを検証したところ、エンジンは正常だったがプロペラが故障したことが判明した。クイルがすり減り平らになり、ギアと噛み合わなくなったことによって、左プロペラの羽の角度が進行方向に対して、 ほぼ垂直になってしまい、水力が不足して、左側に強い抵抗が生じることとなった。塩部 -120 のクイル、左が正常なもので真ん中と右が事故機から、回収されたもの NTSB の再現試験では、プロペラの羽の角度が24から26度になるまで、機体の異常は、感知できなかった。そしてプロペラの羽の角度が22度まで達してしまうと、機体の制御は、 非常に困難になった。したがって2311便の乗員はプロペラが下回転し始めてロール制御が影響されるまで機体の異常に気づかなかったと見るのが最も確からしい。このように事態はあまりに急だったので乗員は緊急事態を宣言する間もなかったはずである。NTSB の最終報告書はまたアトランティックサウスイースト航空における操縦士の勤務方は 事故とは無関係だったと認めつつも、同社や他社が日常運行における乗り継ぎ便の60%で休憩時間を削減していることを問題視した。NTSB としては、こうした実態は規則が意図する安全水準とは相入れないと考える。休憩時間の削減はあくまで運行スケジュールの乱れなどに応じた臨時措置として容認されるのであって、操縦士の健康状態と 業務遂行に悪影響を及ぼす恐れがある。1992年4月28日、NTSB は最終事故報告を発表し、墜落原因を次の通りとした。本事故の想定原因は、左エンジンのプロペラ制御装置の故障によって、プロペラの羽の角度が飛行中立位置を下回った結果、機体が制御不能に陥ったことである。根本原因は、 ハミルトンスタンダードによるプロペラ制御装置の設計に欠陥があったことと連邦航空局が同設計を認可したことである。同設計においては本事故で生じたような誤動作を正しく評価しておらず、その結果乗員の操作によらない修正不能な羽の動きが左プロペラで生じて飛行中立位置を下回った。乗員乗客23人の中には、 複数の要人が含まれており、9歳と6歳の子供も死亡した。アトランタ動物園に追悼碑が立てられている。ありがとうございます。